どうもこんにちは、春菊くんです。今回はですね、鶏胸肉の茹で方についてご紹介をしていこうと思います。まずは今日鶏胸肉の皮を剥いでいこうと思います。一緒に茹でてしまってもいいんですけど、今日はちょっと取っちゃおうと思うので、ここはお好みですね。次に熱湯を用意して、でお塩を入れていきます。今日お塩が一応 1% のお塩って形ですね。1リッターのお水だったら、そこに対して小さじ2杯のねお塩を入れてもらったら大丈夫です。あと今日お砂糖小さじ1杯分とお酒適量入れておきます。お酒は臭み消しのためと、お砂糖はねちょっと保湿をしてくれるような効果があるので、ちょっとしっとりと仕上げるために少し入れておこうと思います。あとは沸騰したところに先ほどの鶏胸肉を入れていきますね。ちょっとここは室温に戻しておいていただきたいので、鶏胸肉自体は下処理する前でもいいんですけど、30分以上はちょっと置いといてもらったらいいかなと思います。あんまり冷蔵庫で冷たい状態だとなかなか火が通らないので、ちょっと室温に戻しておいてもらって、でお湯に入れたらもう蓋してあと置いとくだけです。もう火を止めてね、ずっと冷ましておいてもらって、完全に冷め切ったらこんな感じで仕上がりになってます。もう触れるぐらいの温度まで冷めたら OK って感じですね。もう余熱でじっくりじっくり火が通ってくれるので、もう蓋をして中でひたすら保温しとく感じになってます。おそらく冷めるまでに、完全に冷めるまで2時間とか3時間ぐらいかかっちゃうかもしれないんですけど、結構気長に待ってもらえればってとこですかね。ちょっと事前に作っといて後で食べれるようになるようなものになってます。冷める過程で茹で汁を吸ってくれて、こんな感じで表面もプルプルに仕上がってる感じになりますかね。水分をしっかり蓄えているので、すごくしっとりした鶏の胸肉に仕上がってます。どうしても結構パサつきやすいようなお肉ではあるので、こうやって液体の中で冷ましてあげるっていうのが非常に大事なポイントになってますね。今日保温する感じで余熱で火を通してることもあって、余分にあんまり火が通るってこともないので、そこまで硬さも出ず仕上げてあげられるかなと思います。味付け自体もちょっと塩気のあるちょっと薄味のもので、結構どんなお料理でも、タレとか合わせたり、ドレッシングかけたりみたいな感じだったりとか、いろいろとねアレンジが効いて飽きにくくて便利だと思いますね。結構筋トレ中の方とかにはおすすめな感じの作り方になってます。茹でる汁にね漬けたまんまにしておいたら、保存袋の中なんかで2日ぐらいは余裕で冷蔵庫でね普通に保存できるかなとは思いますので、ある程度まとめて作ってしまって食べるっていうのもありかなとは思います。ただあんまり温めるときに電子レンジとかでどんどん加熱すると、そこで一気に固まっちゃうので、ちょっと冷蔵庫で保存した後は、ある程度もうそのまま冷たいままで食べる感じにはなっちゃうかなとは思うんですけどね。鶏胸肉をね切るときは、弾力よくしたかったら繊維に沿って切っていただいて、形も綺麗になるんですけど、あとは繊維に逆らって切ってもらうと、少し柔らかく食べやすいかなとは思います。ただちょっと表面少しボロッとはしてしまうので、その辺は良し悪しあるので、そこはその時のね食べ方とか、お好みによって調整してもらえたらなと思ってます。ある程度薄く切ってもらえるのがいいですかね。ちょっと5ミリ厚さぐらいで切ってもらえるのがいいかなとは思ってます。これでね鶏胸肉の茹で方についての解説は以上となります。今回の動画がね少しでも役に立ったよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。